Hi, Princess Mose here. How's going on? はい、皆様こんにちは。モーセ姫です。最近日曜日恒例の1週間リーディング、ウィークリーリーディングをしていきたいと思います。今日はまたね、やり方を変えて、ホロスコープ展開法ってご存知ですか？それをね、今日はね、使ってやっていこうと思ってます。はい、今日ね、使っていくのはタロットカード。タロットとあとねこれ液タロットあのお箸ジャラジャラってなってるここの 毛でね見ていくカードとあとねはいあハートが出ましたねルノルマンカードとねラッキー星座ねラッキー星座とあとはこのねルーンカードこのカードを使って、はい、今日はね、開いていきたいと思います。今週のあなたのラッキー星座とか、あなたのラッキーデーっていうことも見ていきたいなと思ってます。はい、選んでいただきたいのは、はい、こちら。1番の方、ブルー。はい、2番の方、ピンク。はい、3番の方、ゴールド。はい、この3択からお選びください。あ、そうそうそう。ちなみに、7月の19からの1週間、星動きますね。うん。7月の22日に、なんかね、一気にこう、なんか夏というか、空気感がすごく華やかに、ダイナミックになるなって感じ。太陽がね、獅子座に動くんです。で、それと同時に、金星が乙女座に、入りますのでまずね21日までは獅子座さんモテ期、うん、で22日から今度は、ね、乙女座さんのモテ期が始まるなって感じです。ちなみに7月の20日はこれ蛇がね重なってる時なのでむちゃくちゃ縁起がいい日金運がすごくいい日です。あと21日、24日は一粒万倍日となってます。なんかね明日7月の19日月曜日ってカレンダーでは祝日になってるんだけどね平日に変わったんですよねということで皆様ね多分ご存知だと思うんですけれどもまあ気をつけてくださいねということでじゃあね今日は早速ブルーの皆様から見ていきたいと思います。本日もどうぞよろしくお願いいたします。はい、じゃあ1番のブルーの方見ていきたいと思います。はい、まずは中心カード。はい、ワンドの6のリバース。この1週間もう仕事運がカップのエースのリバース、家庭運がワンドの5のリバース。あなた自身がおコインのクイーンですね。はい、パートナー運、結婚運、コインの、あ、違う、カップのナイトのリバース。隠されてるところがコインの7のリバース。金運、あ、タワーが出たね。はい、コミュニケーションがソードの7のリバース。はい、これが、まあ、いわゆる、セックス運。はい、ソードの4のリバース。恋愛運が陰者。はい、そして健康運がワンドの4。友達運がワンドのナイトのリバース。まあ、海外とか学ぶっていうことがワンドのクイーンのリバース。はい、こういうカードが出ましたね。ちょっと待ってくださいね。ここにカードをいろいろ合わせていきますので。よいしょ。じゃあちょっとね、このね、液タロットを合わせていきます。まずね、はい、中心のカード。来水会が出ました。はい。あとはね、この金運のところも気になるからね。はい、金運のところ。天山トンだね。あ、ちょっと、ネガティブ、マイナス要素が少しあるかもしれないね。まあ、恋愛運も見てみます。
あいうん、あたくちすい、あ違う、こんちいか、はい、なんか、うん、受け身でいいっていう感じですね。はい、あとは仕事のところも見てみますね。はい、火山流か、うん、なるほど。はい、これが出ました。あとね、ちょっとね、ルーンでも出していこうと思ってます。はい、ルーンでまず象徴カード、1週間の象徴が、はい、こちらのカード、はい、そしてあなた自身のところ、今パワーを持ってるエネルギーとか、うんうん、はい、そう。あと気になるのがね、やっぱね、恋愛気になるからね、恋愛も引きましょう。ちょっと待ってね、ここでいいかな。はい、あ、いいですね。はい、恋愛のところ。あと仕事のところも見てみようかな。仕事。うん、うん、うん。ラーグ。はい。よし。じゃあ、まあ、はい、まずは弾けたかなっていう感じがいたします。うん、そうね。はい、まずね、この1週間の全体の流れを見てると、うんうん、そうですね、うん、なんかね、新しいことを始めるというよりは、なんかこう、今までのバランス、なんか新旧のバランスを取るというか、うん、なんかこう、ゆっくりこう雪解けを待つ。まだね、今は積極的に動かない方がいいよ、現状維持の方がいいよっていう感じかな。なんかもうちょっとで状況良くなっていくのかなっていう、まず1週間の全体の流れ、これが全体運。それがね、まず今このカードで出てるような気がします。積極的に動くっていうよりは、うん、なんかとりあえずキープゴーイングって感じですかね。うん、なんかね、こう革新的に動くとか、何か新しいことをするっていうよりは、うん、もうちょっと様子を見ていきましょうかみたいな、それがね、まず1週間の全体運の流れで出てるような気がします。そしてね、これ今のあなた自身なんだけどね、はい、これがね、コインのクイーン、もうなんかとてもね、金銭的にもこう満たされてる部分もあるのかなって思うんだけれど、ここにね、これね、トゲっていう意味があるんですよね。だからもしかすると、なんかね、穏やかなあなたなんだけれども、心に少しストレスをためやすかったりとか、うん、なんか今なんかね、体の疲れとかも含めて、ちょっとね、なんかいろんなものが心体になんかね、溜まっちゃってる気がするなーって感じがします。なんかとても我慢強い、なんかね、我慢しちゃう部分がね、あるような気がする。でもこの心のトゲをね、なんかぜひ取り除いていただきたいなーって感じがします。うん、表向きはね、元気なんだけど、ちょっと疲れてるんじゃないかなっていう部分があります。そしてね、気になるのがね、実はここ金運なんですよ。ここにタワーが出て、あとこれね、テンサントンっていう毛が出てるんですよね。タワーもテンサントンも案外これはね、こうトラブルとか、なんかね、予期せぬトラブルとか、なんかね、逃げるっていう意味があるんですね。なんかお金が逃げていく、うん、そういうイメージがあるので、なんかね、詐欺とか、なんかこう大きなお金を動かすとか、大きな買い物で、お買い物で、うん、なんかね、大きなお金が
使っちゃうとか、そういう可能性もあるのかなって感じがします。だからね、もしね、幸せな買い物だったら、こういう風なね、タワーとかはね、テンサントンとか出ないかなと思うので、もしかするとご自分で後で後悔をしてしまう可能性があるかもしれない。なので今週に限って言うと、大きなお買い物は控えること、もう少し様子見てもいいのかなみたいな気がします。あと、入ってくるって思ってた当てが入ってこなかったりっていう可能性もあるので、ここは少し要注意のような気がします。そしてね、恋愛のところ、はい、恋愛がね、はい、なんかね、これね、すごく女性の系なんですよね。まあ、女性、女性、受け身、そして、まあ、忍者っていうカードと、あと、まあ、これがね、まあ、ゆる、死と再生っていうカードが出てるね。なんかこう、今まで動かなかった恋が、ようやく、なんかね、明るい光が見えてくるのかなって感じがします。なんかね、物事がちょうどこう変わっていくとき、死と再生、変化、復活、そういうものの可能性がある。そしてこれはね、あなたからじゃなくって、おそらくこれお相手様から、なんかね、復縁っていうか、そういう連絡が来たりとか、今までね、ずっと待ってたあの人からの動きが何かあるのかなっていう感じがしました。いや、いいんじゃないでしょうか。何かが動くっていう風に出てます。そしてね、仕事のこと。はい、仕事のことがね、ここがカップのエースのリバースと火山魚と、これラーグのね、リバースが出てるんですよね。これまあ、水っていう意味があるんだけど、なんかね、どっちかっていうとこう、なんか主体性があるっていうよりも、なんかね、周りに流されてしまって、なんかいろんな迷いが出てくるとか、なんかそれによって、なんかね、なんかこれ火山魚っていう、こう、寂しい一人旅っていう意味があるんですよね。そしてここがカップのエースのリバースだから、なんかね、心が寂しそうな気がします、仕事面。なんかこう、うまく周りの人がね、こうサポートをなかなかしてくれなかったりとか、こう上司との関係がややこううまくいかなかったり、なんかね、ここね、同僚の関係はいいんですよ。横のつながりはいいって出てるから、こういわゆる上司との関係、あとあなた自身のやりがいが今週はなんか少し見出せなかったりとか、なんか私がやりたかったこと何だったっけとかね、こうそういうもの、なんかこう原点に立ち返るというか、そういうものがあるかもしれない。あと、感受性の仕事というか、芸術的な仕事をされてる方は少しね、ブランクが今週は出てくる可能性があるのかなっていうふうにも思いました。横の関係はね、とってもいいって出てます。あとね、まあ、人間関係、はい、人間関係がね、ワンドのナイトのリバース、少しね、こう振り回されてしまうのかな今週。もしかしたらね、こう周りの人が仕事が忙しかったりっていう感じで、なかなか都合がつかなかったりとか、あとはすごくこうバイタリティがあるんだけど、バイタリティがある人に振り回されてしまって、ちょっとね、疲れちゃったりとか。今週はね、どっちかっていうと、あんまりこう人と群れるっていうよりは、
なんかこうとにかく今の状態維持しようみたいな、そうするとね、もう少しで夜が明けるよみたいなことをまずはね言ってるような気がする。ということで、1週間のセブンデイズ見ていきたいと思います。ここのカードに重ねていきます。はい、じゃあまずね、月曜日からの流れ、ね、19日月曜日、祝日じゃないよ、みたいな。はい、月曜日。お、木ですね。はい、月曜日、木。はい、そして20日の火曜日、日。はい、水曜日、手紙。あら、この日にもしかしたら復縁望んでる人、連絡が、ね、手紙のカードあるかもしれませんね、水曜日。はい、そして木曜日。逆に木曜日が祝日です。木曜日、家。家にいるのかな？木曜日。なんか実家に帰るとかね、金曜日。これだね、ワンちゃん。はい、これ友達運いいです。で、土曜日。はい、土曜日は山。そして日曜日。おお、太陽。素晴らしい。はい、じゃあね、1週間の流れ見てみると、月曜日はね、本当にこれね、ゆっくり進むって感じ。もう無理しないで、あなたのペースでいてね、みたいな。そして火曜日、何か迷うことあるのかな？もしくは決断できるのかな？っていうのが火曜日。そしてなんか水曜日、嬉しい連絡ありそうな気がします。そして木曜日、実家に帰ったり家にいたりっていうことで穏やかな時間、デートもなんか家デートっていうのをおすすめします。そして金曜日、友達かな？友達との時間、すごくなんかゆっくり幸せな時間過ごせそうです。なんかそんなに振り回されないです。金曜日はね。そして土曜日がね、山っていうカードが出てるから、なんかね、ストレスとか、なんか思うようにいかないなってことがあるかもしれないので、まあ土曜日は本当にこれ無理せずゆっくりがいいのかな。そして日曜日、もしかしたら復縁したい相手と例えば再会するとか、あなたの願いが叶うとか、そういうふうに出てるので、いやー、これ日曜日はね、かなり最強な一日になりそうです。じゃあ今週のあなたのラッキー星座、あなたにとってのラッキー星座を見てみましょう。なんかね、ちょっと待って、このカードとね、このカードが気になるの。2枚出します。はい、あなたにとってのラッキー星座は、おお、すごくない？両方同じカード。双子座です。なんか超双子座って言ってるね。すごいですね。ほら、両方双子座だよ。でね、双子座ってほら見てください。これコミュニケーションなんですよ。でね、双子座っていうと彗星を表すんですね。で、彗星っていうとコミュニケーション。で、今回なんか復縁とか、なんか連絡来そうとか、実際ね、こういうふうな手紙のカードがあるから、なんか水曜日とか、水、金、日、なんかあるんじゃないみたいな。思い切って、あなたから動いてみてもいいかもしれません。返信がね、これ来る可能性あるね。おお、すごいね。2枚、双子座が出ました。すごいすごい。もう、あなたのラッキー星座。今週のあなたのラッキー星座は双子座。そして、コミュニケーション。しっかりとっていけそうな、そういう一週間になりそうです。わあ、すごい。はい、これがね、一番のブルーの方です。よかったら参考にしてみてください。応援しております。はい、じゃあ2番のピンクの方、お待たせしております。はい、じゃあまずね、1週間の全体運。まずカップの5が出ましたね。はい、仕事運がカップのナイトのリバース。はい、そして家庭が、
はい、ソードのクイーンのリバース。はい、あなた自身。おー、キャロット。あ、戦車。すごいいいですよ。おー、何何これ。ここね、パートナー運とか結婚を表すんだけど、何か運命の出会いあるのとかね。なんか、結婚に向かって今週何か動き出すのって感じ。うん、ここは結婚の部屋なの。もしくはね、離婚したい人。離婚に向かって動き出すかもしれない。あなたにとって幸運な出来事。この運命の輪っていうのは木星を表すので、木星の五加護があなたのパートナー運とか結婚とか離婚っていうことをポジティブな方向に持っていってくれるって出てる。すごいですね。はい、隠された出来事に節制が出てますね。はい、お金のところに月、ダイヤルカナが多いですね。はい、そしてここがソードの6。兄弟とかに会う人いるのかな、今週。うん、小旅行とかね。で、これがセックス運のところにソードの10のリバース。はい、これ恋愛運がコインの9のリバース。健康運とか同僚がカップの2のリバース。はい、友達のところがコインのページ。まあ、海外とか勉強するところに、はい、吊るされの男リバース。ダイヤルカナがむちゃくちゃ多いですね。うん、そこにまず驚いてる。じゃあ、ここにね、ちょっと気になるところに、液タロットも一緒に出していきます。まずね、全体の流れ。なんでカップの5なんだろうね。いいカードがいっぱい出てるんだけど。三風光か。うん、これね、わかりやすく言うとなんだけど、これ、不倫の毛って言われてるんです。うん。不倫のカードでね。うん。そっか。あなた自身のところが、おっと、これカード出すぎね。3枚は出すぎ。はい、あなた自身のところが、うん、はい、これね、まあ、雷が2つ、うん、重なってる系なんですね。うん、やっぱり元気いっぱいだね。で、金運のところ、月が出てるからね。うん、金運のところ、うん、三天大地区。金運のところがね。あと、恋愛のところも見てみます。恋愛のところ。おぉ、地点体めちゃくちゃいいですね。これね、思いやってるカードですよ。うん、これね、バランスがね、すごくいい。うん、あの人と愛し合ってるっていう意味。あとね、まあ、ここのね、結婚がすごくいい。出会いがあるって出たんだけど、運命の輪が出てるところにも、さあ、カード出してみたいと思います。地宅林望む。いいですね。うん、いいですよ。あとね、仕事のところを見てみます。仕事、おー、加点待遇。すごいね、大勝利ですね。はい。あとね、ルーンというカードも、うん、ちょっと出していきますね。うん、ちょっと全体の流れがね、カップの5とね、三風光が出てるね。全体の流れ。はい、出た。あ、ハガルか。これね、壊すっていう意味があるんですよね。破壊する、壊す。ああ、そういうことって感じで、今ちょっと勝手に一人で今、なんかね、合点って形だったんだけど、あなたのところにも、ね、第1番目の部屋にも見てみよう。はい、あ、マンですね、人間っていう意味。
あとね、ここの恋愛も見てみましょうか。はい、オーペオース、ハプニング。あとね、ここの今さっきの結婚のところ、ちょっと待ってね、よいしょ。はい、これだね。はい、あ、はい、これのリバースね。ウィンのリバースと、あとは、はい、仕事のところも見てみます。あ、やら、いいですね。はい、はい、お待たせしました。まずは、はい、まずね、全体的にこの1週間って何か大きな、なんか出来事がありそうな気がするんだよね。で、それが例えば今ね、秘密の恋をしてる人、なんかね、ここでね、ハプニングとか、なんかね、予期せぬ出来事って出てるんですよ。あの人とは愛し合ってる2人、案外お付き合いも長いのかなって気がするんだけど、何かこう偶然見られたりとかね、なんかそういうことがあって本当に驚くような出来事があるかもっていうのが、まずね、このなんか恋愛がすごく大きそうな気がするんですよね。だからね、これはいつも以上に、もしね、複雑な恋愛をされている方はこれ気をつけてた方がいいかもなっていうふうに思いました。で、あなた自身がね、よいしょ、とてもバイタリティあります。優しさとかね、エネルギーとかすごくあって、あとね、とてもこう人間関係、チームワーク、知性、そういうのをね、備えてるよっていうことなので、なんかとてもこうバランスというか、あなた自身のエネルギー、内面、体力、知性、そういうものはもう本当にすごく揃ってる、いい1週間に、このね、ハプニングさえなければもう本当にいい1週間になりそうな、そういう感じ。そしてね、金運のところ、ここね、そう、加点対応っていうのはすごくこれ大きく所有するっていう意味があるので、ここはいいんだけど、何か不安からね、大きな、例えばね、貯蓄があるんだけど、なんかね、先のことをすごく不安になってしまったりとか、もしくはこういうこうストレスから大きな買い物をしちゃったりとかもあるかもしれないんだけど、でもね、あなたにはこれだけの財があるから、そんな心配しなくて大丈夫だよみたいな、そんなね、少々のお買い物、いや、気にしなくて大丈夫だよっていう感じです。この不安感がね、こうなんかこう不安定さからのね、買い物依存みたいな感じになるかもしれないけど、でも入ってくるもの、あなたが持ってるもの、これは素晴らしいから安心してねって、何の心配もね、することないよっていう、そういうことを言ってるような気がします。そしてね、今さっきお伝えした恋愛、何かね、ハプニングがあるみたいなの。愛し合ってるあの人が、と、もしかしたら複雑な関係の人もいるかもしれないし、もしくは、こういうふうな、こう、喧嘩とかね、そういうものが、ね、仲がいい二人なんだけど、本当に突然なんか喧嘩しちゃうとか、そういう可能性がね、もしかしたらあるかもしれない。なんかそれによってね、ちょっと泣いちゃったりとかする可能性とかあるかもしれないから、とにかくこう臨機応変に、そして、まあ、あの人との関係を、思い合ってるからね、私は幸せだと思うんだけれども、もしこういうハプニングが来ても、こう動じない、ものを
今週は持っていた方がいいかなっていう感じがしました。そしてここね、私もここのね、結婚とか離婚とかそういうパートナー運がまずね、運命の輪と地宅輪、うん、これすごくいいです。まあ、ここにね、ウィンっていうカードの、まあ、これね、リバースが出てるんだけど、でもやっぱりね、あなたにとって運命の人現れたりするんじゃないかな。うん、なんかすぐに、なんかね、こうすぐ行動っていう風な感じではないかもしれない。でもまず素晴らしい出会い、なんか素晴らしい動き、そういうものがあって、そこから動いていくっていう、まずはなんていうのかな、出会いとかそういうきっかけ、大きな出会い、うん、そういうものがまず今週は入ってくる、そういう感じがします。そして仕事、はい、うん、ねえ、カーテン対応いいですね。あとここにね、あのやらっていう、なんか今まで頑張ってきた1年の収穫とかね、豊作とか実りっていう意味があるんですよ。で、カーテン対応ももう本当にこれむちゃくちゃ大幸運の結果出てるから、仕事運、まあ例えばね、上司とかそういう人はもしかしたらね、頼りなかったりとかするかもしれないし、なんか今まで例えばあなた自身がなんかね、最近仕事がねちょっと大変だったなとか、そういう人は今週は本当にやっててよかったとか、頑張っててよかったとか思えるような、そういう出来事ありそうです。本当にあの今まで頑張ってきたからこそのこの成功があるっていうことが出てるから、今週ね、この本当恋愛運の何かね、トラブル、ここにね、あの翻弄されないでね、あの翻弄されないでいけたらいいなって思うので、まずね、1週間の7日間の7 days を見ていきたいと思います。まずね、月曜日からの流れ、おお、はい、月曜日まずね、子供のカードが出ました。はい、そして火曜日、木ですね。はい、水曜日、フォックス。はい、木曜日、クマ。なんか仕事のカードが出てますね。はい、金曜日、おお、素晴らしい、太陽が出た。おお、金曜日すっごくいい。はい、土曜日、ユリですね。はい、で日曜日、大きいですね。うん、あのですね、私今1週間のね、このね、流れを見たんだけど、そんなに大きなトラブルの日って出てないんです。うん、出てないんだけどね、あのこれ気をつけてねっていう意味で、月曜日もしかしたらあなたのなんかね、これちょっとあえてこのね、あのトラブルとかが出てるから、今このカードをあえて今ネガティブに読んでるんだけど、あなたの子供っぽさとか、例えばこういろんなことが態度に出ちゃったりとか、そういうことから何かこういうね、あの予期せぬトラブルに巻き込まれる可能性があるから気をつけてね。でも気をつけたらね、きっと大丈夫だと思う。そしてね、水曜日なんだけど、これがね、仕事のカードでもあるんだけど、なんかね、騙すとかそういう意味もあるんですよ。なので何らかの形でこう騙されたりしないようにっていう意味のこの手を押す、気をつけてねっていうことも考えられる。うん、そしてね、まあここ、まあ、クマ、
まあ、これね、大きな金運とか仕事とか上司とか表すんだけど、あなたの仕事はねすごくいいので、なんかあえてね、マイナスのカードは出てないです。ただあえてマイナスでちょっと月曜日と水曜日だけを読ませていただいたんですけれども、それ以外はね、特にね、木金土日いいですよ、すごく。特にね、このね、もうこの金曜日とか超大幸運みたいな、金土、やっぱ金土日いいなすごくいいから、なんかね、とっても幸せな、このね、月水彩気に、なんかね、気をつけたらね、きっときっとね、素敵な一週間を過ごせるような気がします。はい、じゃああなたにとっての今週のラッキー星座を見ていきたいと思います。さあ、これだ、これですね。はい、あなたのラッキー星座、今週のラッキー星座は獅子座です。うん、獅子座。そしてね、獅子座っていうと、まあ、今週獅子が入りますよね。そうそう、太陽がね、獅子に入るから、もしかしたらね、22日の木曜日からなんかすごく運気がブワーって上がっていくような気がする。逆に月火水は獅子座ってね、すごく大胆とか目立つとか王様とかそういう意味があるんですけれども、逆に月火水はちょっとおとなしくしてた方がいいかもしれない。木曜日からこうあなたの良さがすごく発揮できる。特にここ獅子座って太陽を表すから、この太陽太陽がダブルで出てるからね、特に金曜日とかね、太陽の獅子座が入って、実際獅子座になって、そしてあなた自身の運気とむちゃくちゃこうマッチするというか、すごく素敵な日に、忘れられない日になるかもしれませんね。うん、それぐらいむちゃくちゃいいですよ。はい、これがね、はい、2番のピンクの皆様です。おー、すごいですね。はい、よかったら参考にしてみてください。なんかね、月火水だけ気をつけていただいたら大丈夫、ここから良くなるよって感じです。良くなるよって感じ。はい、じゃあまたね、素敵な1週間過ごせますように、応援しております。はい、じゃあゴールドの皆様、お待たせしております。はい、まず1週間の全体運、ワンドの4、いいですね。はい、仕事運、ワンドの、はい、6、いや、とってもいいですね。はい、家庭の流れ、ワンドの10のリバース。はい、あなた自身、ワンドのキング、すごいな。はい、そして、結婚運、パートナー運が、コインのエースのリバース。隠されてるところに、ソードのページ。金運がワンドのページのリバース。兄弟、はい、世界のリバース。はい、セックス運がソードのキング、リバース。はい、恋愛運がインチャ。健康運がソードのクイーン。はい、友達運が女協定のリバース。海外、正規のリバース。はい、じゃあね、ここに、まずは、全体運のところから、今度はね、液タロットを、もうちょっと重ねていきます。まず、全体的に見ていいですけどね。はい、まずはこちら。おお、はい、風天松竹か。はい。そして、はい、あなた自身のところ、ね、ワンドのキングが出てたけど、これかな？はい。お、テンタクリ。あ、すごい勇気のある方だね。はい、じゃあ金運のところ。お、怖いもの知らずというかね。うんうん、はい、金運のところ。スイッチ比、あ、金運もいいですね。そしてね、恋愛運見てみます。恋愛運、ライカフォーいいですよ。
すっごくね、燃える。あとね、ちょっと待ってね。あと、仕事運見てみます。ご本さんか。そっか。ちょっと待ってね。で、あと、ここのパートナー運もちょっと気になるな。新依頼か。これも雷と雷がこうダブルで出ているけ。あとはね、ルーンを出していきます。ちょっと待ってね。風天使を地区とバンドのようなんだよね。あ、はい、来るのいいですね。はい、そして、あなた自身のところ。はい、あなた自身のところ。イング。いいですよ、やっぱり。で、金運のところ。まあ、これいいんだよね。いっさ。はい。はい、そして恋愛のところ。恋愛のところと、あと仕事のところ。素晴らしいですね。はい、まずこれがね、1週間の流れで出てるんだけどね。なんかこう、今まではっきりしないような出来事があった人はね、もうね、大勝利の予感です。もうこれね、炎とかね、情熱とか明るさっていう意味があるんです。タロットで言ったら、まあ、ワンドのキングみたいなもの。まあ、ここにね、ワンドの4が出てるんだけど。だからね、今まで本当なかなか、こう、なんていうのかな、はっきりしなかったような出来事が、ようやく前進して、なんかね、あなたがこう、ほっとできるような。まずね、そういう一週間。調和っていうのも出てるしね。そういう意味ではとてもこう、大勝利の一週間になるような気がします。そしてね、あなた自身を表すカード。なんかね、とてもね、こう、強い人っていうイメージがあります。ほんと、この男の人のね、ムキムキの腕みたいな、もうなんかライオン顔みたいな、なんかこういうこう、強さがあって、ここも虎が出てるんですよ。そう、なんかね、虎の子を踏むっていう系なんだけど、いやー、もうね、力強いです。3番のあなたという人が。なんかこう、頑張れる人って言えばいいのかな。こう、負けない、頑張れる人。そういうものをすごく表していて、あとね、このカードっていうのが、豊かな神っていうのを表してるんですよ。だから、あなた自身の才能、成功、もうね、それをこう、持ってる人、持ってます。3番のあなたは、それだけのパワーとか、運とか、で、こういう勇気とか、だからね、もう、なんかあなたの、まあこれね、今週の流れで見ているんだけれども、なんかもう素晴らしい1週間になるんじゃないかなみたいな、そんな感じ。そしてね、ここがね、金運なんですよね。バンドのページのリバース、スイッチ比イス。そうね、まあこれね、氷っていう意味があるんですけれども、まあね、一旦これ停止っていう意味もあるんだけど、この水地比って仲良しっていう意味もあるんですよ。だからまあ、お金とあなたは今やや休戦状態ではあるけど、でも悪くはない、仲良しですよみたいな。ただなんかね、ちょっとね、あ、なんか嫌だなみたいなニュースが入ってくる可能性もあるかもしれない。
マイナスにはならないけど、今週はプラスになるのは難しいかもしれない。でも決して悪くないよっていうのが、これがあなたの金運です。でね、恋愛運、はい、陰じゃね、雷火砲出ましたからね、むちゃくちゃ豊かっていう感じ。あとこれがね、ソーンっていうトゲっていう意味があるんだけど、まあそれのね、まあリバースが出てるんだけど、今週なんかね、恋愛が大きく動くのかな。今までなんていうのかな、プラトニックの人とか、あの人とな、なんかね、こう適度な距離があった人、なんか寂しいなって思ってた人は、なんかあの人と今週大前進ができるような、そういう出来事がこの恋愛運はあるんじゃないかなっていうふうに感じてます。そしてね、そうね、あとここパートナー運、もしかしたらね、出会いとかはあるかもしれない。雷と雷が出てるので、出会いはあるかもしれないんだけどね、もしかしたらね、なんか例えばですよ、これ、なんか見かけはすごく明るそうな人とか、見かけは なんかこうお金持ってるような人とか、なんかそういう出会いがもしかしたらあるかもしれない。でもね、これね、あんまり中身が伴わないっていうカードなんですよね。だから出会いは全然、出会う分はいいと思うんです。ただ本当にどこまでこの人の言ってること本当なのかなとか、こう本当に仕事何してるんだろうみたいな、そういうこう内部チェックみたいな、その人チェックっていうのをまあされた方がいいかな。なんか外側だけいい可能性もあるから、少しだけ要注意っていう感じがしました。そして仕事のことね、はい、なんかね、今まで止まってたプロジェクトとかあるのかな。ようやくね、嬉しいニュースが来る、って出てるんですよね。今まで止まってた出来事がようやくなんかね、変化が訪れますとか、復活が訪れますとか、そういう感じ。なんかね、辛かった人、まあ上司との関係とかプロジェクトとかいろんなこと、ようやくね、はい、今週ね、動き出すとか、動き出せるよとか、そういう、もう本当に使徒再生、それが出てるからよかったですね。なんか今まで辛かったのかな、なんかね、こう八方塞がりみたいな、そういう感じがあったけど、ようやく動き出せるのかなっていう、そんな感じです。よかったです。よかったよかった。じゃあ、1週間のセブンデイズ、見ていきたいと思います。月曜日からの流れ見ていきましょう。月曜日、タワーです。火曜日、おお、見て、ハートが出た。ね、これ嬉しいですね。なんか火曜日、恋愛あるんじゃないですか。雷火砲出てるしね。なんか嬉しい出来事、火曜日にありそうな気がする。そして水曜日、怒りです。もうなんか仕事面で、ありそうな、木曜日は、木曜日棺桶だね。もうこれ、もう本当にそれこそ使徒再生っていう、全く同じカード。で、金曜日、コウノトリ、なんか動き出す。土曜日、おお、素晴らしい、星ですね。願いが叶うとか、あなたの夢が叶うとか、素晴らしい。日曜日、キーですね。これもね、ウィッシュカード。
なんかね、この時から状況良くなるよとか、なんか解決策が見えるよとか、願いが、これも願いが叶うカード、すごい週末になりそうですね。なんかね、ここがすごいなんかキーポイントになりそうですよね、木曜日。木曜日このね、使徒再生っていうカードが出てるから、ここからなんか大きくあなたの運気変わっていくのかなみたいな。コウノトリ、星、木っていう感じでね。で、ここの木曜日っていうと、獅子座が、あ、違う、太陽星座がね、獅子座に入出する時なんですよ。だからなんか運勢がね、もちろん変わりそうな気がする。あなたにとってポジティブな方向に行きそう。そしてね、火曜日、ハート出てるしね、なんかね、全体的に見てね、ネガティブなカード出てないんですよ。ただ木曜日から大きく変わるよっていうことで、なんかね、安定のカード、そしてハートっていうね、嬉しい恋愛のカード、そしてこの土曜日日曜日っていうのは仕事でも恋愛にもおいても嬉しいことがありそうだからね、なんかね、いいですよ、むちゃくちゃいい。木曜日を境に、なんかすごくあなたの運命が変わりそうって出ている。はい、じゃああなたの今週のラッキー星座見ていきたいと思います。これかな？これだね。はい、あなたのラッキー星座、カニ座さんです。カニ座さんがね、あなたにとってのラッキー星座。カニ座さんでね、まあ、家族とか母性とか優しさとか表すんですよね。どっちかっていうと、こう、守りに入る。でもね、内面はすごく温かい、優しい、ボランティアとかね、そういう意味もある。だから人と人とのつながり、心のつながり、そういうものが感じられる一週間になるのかなっていう感じもします。蟹座さん。はい、これがね、はい、ラッキー星座。あなたにとってのラッキー星座ということになりそうです。はい、じゃあね、これがね、今週1週間、すっごい素敵な1週間になりそうなので、ね、どうぞ幸せに楽しく過ごしていただければと思います。はい、最後まで見ていただきまして、ありがとうございます。